こんにちは、速稼塾の久保です。持続化給付金のコーナーが速稼塾のこのホームページにあるのはなぜかということをね、この辺でもう一回ねお伝えしておきます。速稼塾のカリキュラムの中にはネットワークビジネスもあったわけなんですが、このネットワークビジネスにつきまして、去年は売り上げがあったんだけども今年は売り上げがちょっとねないんだよって方に対して、このネットワークビジネスってのは個人事業主としてのこれ自分のね手法になってきますんで、ネットワークビジネスで売り上げが落ちた方もこれ持続化給付金の対象なんですよってことをね、私の自分の例を用いて多くの方にお伝えしてきたわけなんですよね。でこの持続化給付金は来年の1月まで、期限がございます。そしてこの度また1兆円が追加になりましたので、まだまだね持続化給付金申し込めると思います。個人事業主で100万円で、私みたいに法人でしている方は200万円が最大付与されますので、ネットワークビジネスのポジションごとにその持続化給付金を受けることができるわけなんですよね。でそのための要件としては開業届を出していること、もしくは法人だったら、まあ、定款を出してね、登記簿を取っていることになりますけども、これそしてもう一つは、法人でしたら決算書があることで、個人事業主でしたら確定申告を出していること、まあ言ってみればこれ当然のことですけどね。でこれをやっていれば持続化給付金を受ける対象になるわけなんですよ。であとは売上がどのぐらい下がったかの下がった分の補填を受けるってことなんで、最大で100万、法人なら200万って形になります。でですね、ネットワークビジネスを参加する上での大前提として、これはね個人事業主なんで開業届を出してその中でやるってことなんですよ。もしくは給料所得のある方は雑所得に入れるって方もありますけども、なんかね売上が20万円以下だったら申告しなくてもいいみたいな迷信がありますけども、これはねそんなことないんですよ。売上が1000円でも2000円でも立てばそれはもう副収入として申告しないといけないんですよ。でだから細かい数字だから追求されることは少ないっていうだけで、それが大体20万前後なんじゃないかなっていう人がいるだけで、税理士さんに聞いてみるとですね分かるんですけども、20万円以下だから申告しなくていいんですかって、そんなことありませんよっていうことになります。所得は全て、確定申告しなければなりませんし、決算に組み入れなければならないんですよ。これを逃れるお金っていうのは、たとえねおばあちゃんからもらったお年玉であろうとも、それは申告の義務があるわけなんですよ。厳密に言えばですよ。ただちょっと今例外を申し上げます。慣例的に宗教的に日本人がねこのぐらいだったらってことで領収書なしに渡しているものについてはそこまで追求されることはないですよってことなんで、実際にお年玉を申告しないからといってアウト食らうことはないということですね。でお歳暮とかお中元を経費に上げなくても OK ということになります。まあ受け取りの方ですけどね。それでですね、いろいろと申し上げましたけども、この持続化給付金、法人はまあ非常に簡単なんで、顧問の方に言ってくれればさささっと終わります。私の場合はそれだったんですけども、個人事業主でされている方は、例えばね岡山の山根さんっていうのは、まあ、胃の一番に、まあ、給付金を受けられたんですよ。であとはね、大分速稼塾の松本さんっていうのが皆様のね、ちょっと一人じゃできないんですけどってことの相談を取りまとめてやってくださいました。本当にありがとうございます。で新潟の奈美さんもね、速稼塾の速稼塾新潟としてですね、この個人事業主としてのご自身の仕事もあります、ご自身の経験もありますので持続化給付金のお手伝いをしてくださいました。本当に、全国のね、こういった意識のある方にちょっと不慣れな方の手伝いをしていただいてありがたいことだなと思います。で今までに100名以上の方がトータルで1億円以上のこの持続化給付金を速稼塾の中で受け取られました。本当にね良かったですね。ネットワークビジネスの売り上げがなくなってもちゃんと持続化給付金で補填されると。そして人によっては家賃補助も受けられていると。家賃補助は個人事業主で300万、ね、法人で600万ですよ、ね、でこういうふうな制度をきちんと使えるんですよってことを私がお話しして、あなるほどってことで、追随してくださった方が人によっては何十万とかね、人によっては100万200万ということを受け取っていただいて、トータルで私の知る限り報告が上がっている限り1億円以上の持続化給付金をこの放送を見ている方皆さんでね受け取ってくださっていると。これからもだから申請できますからね、うん、例えば該当が8月とか9月とか10月とか11月とか12月でもいいわけなんですよ。来年の1月15日までが申請期限ですから十分やっていきます。で、速稼塾の方ではね、ずっとこの持続化給付金のコーナーを作って支援してきたわけなんですけども、8月末をもってね、まあやらなくなるわけではないんですけども、
まあ、毎日更新っていうのはもう鳴りを潜めていってもいいかなと思います。もちろん皆様からのご質問があればきちんとサポートはしてさせていただきますけども、持続化給付金を受けちゃった方に関しましてはもうすでに新しい情報もいらないと思いますのでね、徐々に速化塾の中では持続化給付金を求める方はいなくなってきたのかなというような判断でございます。ただやっぱりね、引き続き持続化給付金、その他補助金、助成金について知りたいことがございましたら、私もその辺についてね、顧問の税理士さん、顧問の社労士さん、顧問の会計士さん、顧問の弁護士さんいらっしゃいますので、私も法人の経営者としてね、私を通じて相談することもできます。そうするとちょっとお得でしょ。ということでね、今回は以上になりますけども、持続化給付金のコーナーね、長らくご活用いただきましてありがとうございました。4月の下旬ぐらいから始めましてね、4、5、6、7、8と5ヶ月やっていけました。この間に持続化給付金のコーナーだけで1億円以上のね、金額が出せたことは本当に速化塾としても大いに実りになったことだなと思いますし、実際にお金を受け取られた皆さんもね、非常にこう助かったんではないかなと思います。特に精神的にね、お金が入ってこないよりも少しでも入ってきたら、ああよかったっていう風になると思うんですよ。そしてこれからのことなんですけども、このビジネスをする以上、書類には強くなってください。書類は当たり前に書けるようになってください。でないと誰にも物を伝えられません。誰からも伝えることができません。やっぱりね、私たちは見るっていうかね、読む、書く、話す、伝える、聞く、こういう風なね、コミュニケーション能力っていうのがビジネスにはすごくね、不可欠になってきますので、コミュニケーション能力は下手なままでお金だけ稼ぎたいって、そんなことはないですからね。やっぱりね、コミュニケーションが上手な方とか、伝えるのが上手な方、聞き取るのが上手な方、勉強するのが得意な方にお金が集まるようになってるのは、これ資本主義の原理原則ですから、そうじゃない方に、そういったものが集まるってことはないんですよね。お笑い芸人とかだったらね、お笑い楽しい話ができればまだしもなんですけども、楽しい話も計算と練習に基づいてるものですからね、急にできることではないと思います。ということなんで、私たちは得意分野をお金に変えているというふうなね、このスタンスを忘れないでいただきたいかなと思います。持続化給付金をはじめとするそういうふうなね、行政の手続きが得意な人はそれをもって所得を上げることができる、信用度を高めることができると思いますし、商品を作ったり商品を紹介するのが上手な人は代理店ビジネスが上手にいくと思いますしね。で、勉強が熱心な人は投資がうまくいくと思いますしね。そういったこういった情報発信が得意な人は情報発信によって収入を得ることができると思います。得意分野をお金に変えるということ、これはね、忘れないでほしいなと思います。で、以上で持続化給付金の情報更新の方、私からは一旦最後になりますのでね、皆さん本当に今まで ご活用いただきましてありがとうございました。1億円以上振り出せたことは私も本当に喜びでございます。私に入るんじゃなくて皆さんにそれが入ったってことが本当に嬉しいなと思っております。では、ご協力いただきました山根さん、そして松本さん、奈美さんね、本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。それでは速化塾の久保でした。